ブルーが、本家に行って、いろいろ着せてもらって、これは全部うちでちゃんとやったんだよ。こう赤くしたのも俺ちゃんと自分でやってるから、ジョグンルーラー本家持ってねえから。だけど、これネイビーレザークラブ。これ1個ね。これが、混乱っていうか、ドラゴンの手下になっちゃう。これ止める力は3まで加工。それとあとツイストレザー。これも、これなんだ。21%なんだ。これは役立たないんだよな。それと、これでしょ？ 60。こいつが一番役立った。これはうちで作ったやつなんで。おかげで、やっと混乱しなくなった。で、何するかっていうと、またドラゴン倒そうっていう。8万1000で、あと7000だから。倒したばっかりなんだよな。2日ぐらい前に。で、今回はもうエリンちゃん参加なし。レベル26のセラーナちゃんと。なんで、とりあえずまずドラゴンの場所確認。あれ？いなくなってた。 飛んでる音聞こえる？ああ、炎の音だ。いねえな、やっぱ。いないね。レベル上がっちゃったな。どうしようかな。いやー、テントがあるから、ここで寝ようか。ブドウ。オッケー。これか。ブナがないんだっけ。あといっぱいあるからいいや。じゃ寝る。寝てドラゴン待ち。もう5回寝たからな。あ、いた。本当で2日後、やっぱり1週間ぐらいかかるんだ。今回3人だから苦労するよ、これ。エリンちゃんいないもん。あ、ちょっと待って。何し、あ、やっぱりやばいじゃん。渦巻き打ち。
ちょっと、その、な、あ、なんでお前、なんであいつはドラゴンあんなに守ろうとするんだろうね。とどめ打ち。ちょっともう分かんないんだけど、タイミングがダメだ。はいはいはい、なになにこいつ。あ、大丈夫、お前、そうか、全霊球。見えなかったよ。あ、違う。全霊球、あ、来い。当たったろう。あ、削れた削れた。おい、ちょ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 、渦巻き打ち。飛んだね。逃げんだよな、あいつ。逃げた逃げた。最後の抵抗か。全霊球。練習だ。あ、ダメだ。頭に当たっちゃった。分かってる分かってる。邪魔すんなよ、お前は。もう、とどめ打ちか。当たんねえ。あれ？当たったろ、お前。あ、やっとボーアーマーいった。一個だけ。来ましたね。あ、これ。ハードレザーブレスト、あれしてなかった。タイドレザーとかなってほしかったな。ん？いや、ちょっとずつでもさ、全霊球もいい感じになってきたよ。成長してるかも。どれか変えそうだけど。なんか明るいとこで戦えるのここだけだから。ここずっと暗くて。ネクラな世界なんだ、そこ。終わったっす。どうしよっか。うん。しばらくレンジャーずっとやっちゃおうか。グリフィンとか倒しながら。